ははいこんにちはトールです、えー、我が家のお昼ご飯はんは今日の我が家のお昼ご飯はんは、えー、明日の、えー、昨日の豚しゃぶの、えー、残りにね、えー、味噌を入れて、えー、うどんと入れてね、えー、味噌うどんでうちはいつも食べるんですけどまああのお店とかだったらねその日のうちにあの市民にうどん入れて食べたりするんですけどうちの場合はね翌日にする翌日の昼にするんですけど、えー まあ、晩に食べるときはあの、普通の昆布だしで、えー、炊いてね、えー、ポン酢であの、小鉢にポン酢入れて食べるんですけど、ネギとかポン酢が薬味入れてね、食べるんですけど、えー、その後でね、翌日にその残りに味噌を入れてね、うどん入れて食べます。で、夜は、えー、タケノコと昆布の炊いたやつとね、えー、煮物っていうのかな、えー、それと、南京かぼちゃと、 カツオのたたきでて,てあの、まあ、たたきって表現は大阪の方言なのかどうかわかんないんですけどいわゆる刺身みたいな感じであのポン酢で食べるんですけど大根添えてね、えー、大根の千切りみたいな添えて食べて食べました、えー、皆さんの食卓はいかがだったでしょうか、えーまあ、ゲームの方ですけどもね、えーまあ、残ったキャラクターの 育成にちょっと時間かかってしまって結局 <laughs> ほとんど夜しか再配信できなかったんですけどまあいよいよ大詰めかなど世界崩壊してね少しやったんですけどあとどのぐらいで終わるか分かんないんですかね元々ドラクエをねやるつもりなんで <laughs> いけるかな <laughs> 死にちゃうかなと思うんですけどやった以上は全然最後までいきたいと思うんですけどまだあのティナがそうそうふんばばをね追い払って1回も追い払ったとこなんですけど そこまでは行きました、えー。ということでね、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました、えー。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。バイバイ。